今日はですね、見てください、等々力陸上競技場というところにね来てます。で、後ろにですね、家族もまた一緒に来てるんですけども、今日も家族ライド第2弾ということでですね、今このね、ちょうど春に切り替わっている時期なんでですね、花見をねちょっとやっていきたいなっていうふうに思ってます。で、今年のねこの花見シーズンなんですけど、コロナの影響でですね、もう花見やらないっていう人ですとか、あとなんか歩きながら見る人がね増えてるみたいなことを聞いたことがあるんですけども、今回はですね家族花見ライドということでね、そういう密を、避けてですね、桜の花をねちょっと探していこうかなと思ってます。で、このね等々力のねこの緑地っていうとですね、ちょっとね、進むと多摩川があるんで、今回はですねその多摩川サイクリングロードをね、ちょっと家族で走ってみたいと思います。そういうねちょっとサイクリングロードって、僕あんまり走ったことないんで、さっきこっちにね来るときに川沿い見たんですけど、結構な人数の方がね、自転車乗ってるんで、ちょっとね安全には注意してね走っていきたいと思います。はい、で今尾さん、萌えさん、家族構成のねお話ちょっと前の動画のね最後で触れてもらってたんですけども、3人でもですね5人でもなくですね4人でして、はい、僕と奥さんと、で上の子が娘ですね、で下の子が息子になります。はい、で前回のね動画なんですけども、家族で見させてもらいました。もうほんとねすごい褒めてもらえてめちゃくちゃ嬉しくてですね、もうありがとうございます。なんか例えばね、僕がおしゃれとか、あと僕のね喋りが良かったとか、あとね、僕のねこう撮影の方法が良かったみたいなね、あれちょ待って待って、おい嘘ちょっと待って。はい、家族ライドスタートしました。今日はちょっと肌寒いですね。なんかね一応今日は曇りらしいんですけど、雨降りそうなぐらいいい感じにね曇ってます。わー、なんか花がねやっぱりあっちこっちで咲いてて綺麗ですね。お、来ましたね、サイクリングロード。わー、なんか花がね咲いてていい感じですね。うわ、めっちゃいい。何これ、ここ結構ですね大きい河原のねそばに来るの、実は関東に来てですねちょっと初めてですね。これうわ、めっちゃいいですね。な、行きます。はい、で今回ですねご紹介したいものがありまして、こちらですね、映ってますかね、このミラーです。エンドにつけるバックミラーなんですけども、これをですね家族ライド用に取り付けました。キャットアイのね、一番よくある手のタイプだと思うんですけど、これねすごいです。そして見かけもねなんか全然こうダサくならないっていうか、なんかあってもね別に悪くないなっていうような感じになってます。で、家族ライドやってるとですね、賓客のね僕でも一応やっぱり家族で一番早かったりすると思うんですけど、やっぱ後ろのね人たちにこうペースやっぱ合わせていかないとダメなんで、後ろ振り向くんですよね。で、このミラーつける前はですね1家族ライドあたりですねおそらく100回以上振り向いてたと思うんですけど、このねミラーをつけたらですね、ちょっと下見たらあ、ちゃんとついてきてるなっていう風に見れるんで、後ろ向くのってね意外と気使うっていうか、なんか人とか周りに行ったらちょっと怖いなとか思っちゃうんで、やっぱりぼっちライダーから卒業したらこういうね新しい感じがね分かるようになりますね。はい、で僕がね今日乗ってる自
転車はですね、グラベル E ロードバイクになってます。ちょうど下にね、グラベルな道があるんですよね。多分ロードバイクで行ったらめっちゃ走りにくいと思うんで誰もいないんですけど、入っていいんですかねこれ。あ、でもちょっと家族のね自転車がグラベルちょっときついと思うんで、まあ、今日はねやめときますけども、しかしむちゃくちゃ楽ですね、まあ、本当に趣味でね、たまに思いついた時に自転車乗りたいなみたいな人っていいバイク絶対いいと思うんですよね。ぜひですね、いいバイクで河原をですね走ってみてほしいです。はい、子供たちからですね、桜はもうええから飯を食わせろという指令が出ましたので、近所のですねパン屋さんに行くことになりました。あー気持ちいい。グラベルです。わあ、めっちゃ綺麗なこの白いやつ、なんていうんやろ。はい、今日はですねちょっと外でねコーヒーを飲みたいと思って、ちょっといろいろ道具をね持ってきてみました。草長。あ、今日はですねちょっとねこういう持ち運びしやすいなと思って買ってみました。草がやばいな、ちょっと草がやる気満々なんでやばいですね。このね紙の家やったらめんどくさくてねやらなくなるやつですけど、せっかくの家族ライドなんで美味しいコーヒーをね飲みたいなと思いまして、スタバでねスプリングシーズンブレンドっていうねやつを行ってみたいと思います。こんなもんかな、2杯。実はこれね前にね1回奥さんと2人でねコーヒーの練習しようよって近所の公園に行ったんですよ。このコーヒーをね僕どれぐらい入れていいかわからなかったんで、これ今入ってる量のね半分ぐらいしか入れてなくて、もうなんかねめっちゃ薄くてコーヒーの匂いするお湯みたいなね、全く味しないコーヒー飲む羽目になったんで、今日はちょっとねこれ奥さんが準備してくれましたけど、すくいにくいスプーンですね。まあ可愛いですね。でもちょっとね今回お湯はちょガスとかめんどくさいなと思ったんで、お湯をね持ってきてます。じゃあちょっと入れていきます。濡らしていく。もういいから。これどんぐらい入れるんやろ、こんなもんかな。これほんまでも足元のコンディション良さそうやで悪いな。これ動画で見てる人ね、これ芝生っぽくてなんか緑でええなとか思う人いるかもしれないですけど、結構もうなんかギンギンに生えてますよ。もうギンギンやで。パンどうですか。うまい。で何パン食べてんの。もち米パン。へえ。これ意外と好きっすねそれ。これじゃあどう。濃さ一点で。え？まだ薄い。マジで？すくいにくいスプーン。ちょっと2杯追加してみました。この袋いいですね、このしっかりね蓋ができるっていう。じゃあ僕の分もね作っていきます。わ、なんか薄そう。わ、もうお湯がなくなった。どうですかこれ。ちょっと芝生の上でねいい感じに見えるかもしれないんですけど、実はねちっちゃい虫がねめっちゃ飛んでます。あ、うまい、うまい。ちょっとぬるいですけどね。
雑以降持ったら若さんとダメですね。じゃあ僕は町のパン屋さんで買ったねカレーパンを今日は食べたいと思います。サイクリング後のカレーパン最高ですよ。これ見てください。うん、うまい。はい、2つ目はですねマヨネーズパンです。めっちゃうまそうですねこれ。うん、さっきのカレーよりも、レポネタス前のカレーパンがどんなもんでしたか僕はカレーよりこっちが好きです。なんでやろう、マヨネーズのパン好きやね昔から。知らんわ焼きたてやってうまいですけどね。うまい、あごいったパンじゃないの。山橋のやつがあんまいだなった。いきます。めちゃめちゃ咲いてますね。うわー、めちゃくちゃ綺麗。めっちゃ綺麗です。うわー綺麗。うわー最高。これこの先もね桜がずっと続いてますけど、この辺まだこれからっぽいですね。はい、無事にですね家族ライドが終了しました。まあ、今日はね花見ライドっていうことでね多摩川のね川沿いを走ってきました。もうすでにね桜が散ってですね葉っぱになってる木もあれば、こうまだまだねちょうど満開ぐらいの桜もあったりとかして、すごくね良かったです。初めてですねこういう河川敷っていうんですかねみたいなところを走ってみたんですけど、開放感があってすごいね気持ちいいね、あのサイクリングロードやなっていう風に思ったんですけど、よいしょ、ちょっと人がね結構多いですよね。子供連れてね走るにはちょっとやりにくいかなって思う部分も正直ありました。はい、で今回はねどれぐらい走ったかな、多分ね10キロぐらいはい、で今回花見ライド、まあ、あの密にならずに、まあ、花も見てで自転車に乗って運動してっていうのもねいい感じで楽しめました。今ちょうどね12時過ぎぐらいなんですけど、今回は予定通りお昼ぐらいにね終了するっていうのができました。そうするとね子供たちも昼から友達と遊べるんで、まあ、またね家族ライド、まあ、行ってもいいよっていう風にね思ってくれると思うんで、ちょっとそういうねスケジュール感で次もやってみたいと思います。あんまりね遠い場所ってなるとちょっと朝がねめちゃくちゃ早くなっちゃうんで、それはそれでねクレームがね殺到しますんで、それなりの時間に起きて行けるような場所っていうのをね走りたいですね。で今日昼からね本当にあったかいんですけど、まあ、これからね本当に暑い日がね増えてくると思うんで、この今の時期がね、まあ、家族ライドにはですねぴったりの季節になるかと思いますので、まあ、ちょっとコロナでね運動不足でちょっと運動したいなとか、まあ、家族でねちょっと出かけたいけど、まあ、なかなか人のね多いところはちょっと行きにくいなっていう方もですね、ぜひこの家族ライドでね日頃の運動不足を解消してもらってですね、で家族でね、まあ、なんかこうたわいもないことを言い合いながらね走る家族ライド最高に楽しんでですね、ぜひやってみてもらえたらと思います。今日はどうもありがとうございました。